アテナ像まで霞んできた。 俺のコスモの炎まで消えようとしているのか。 聖夜! 聖夜! 俺のコスモ誰かが語りかけている。 聖夜! 聖夜! お前は俺たちの約束を忘れたのか。 そうだぜ、 聖夜! 俺たちは命に変えても必ずアテナを救おうと誓ったはずだぞ。 聖夜! 立つんだ! 聖夜! しっかり! 聖夜! アテナを救うのはお前しかいないんだ! 頑張れ! 聖夜! 五感を失おうと聞こえる! 俺のコスモにみんなの声が! みんなのコスモが! 俺に届いている! まだだ! あと少しなんだ! 諦めてなるものか! 見えないけれど アテナ像をすぐそばに感じることができる。アテナ像のあの盾さえかざせば沙織さんのアテナの命が救えるんだ。 アテナの聖人たち、
空番です。サメ様、アテナは助かったんだ。だとしたら、オンの役目は終わった。日時計の炎は消えた。アテナは死んだの。お待ちなさい。何？さあ、もはやあなたの敗北は諦めます。あなたの戦意ならば、いざ今自らの非を認めなさい。なぜだ？俺たちの命が。まさに燃え尽きようとしたとき、アテナが再び、俺たちの命の炎を燃え上がらせてくれた。セイラ、セイラ、聞こえるか？よくやったぞ、セイラ。アテナは完全に蘇った。そう。これ。アテナの力。分かち合い、同じ目的のために生死をかけて一緒に戦ってきた俺のかけがえのない友達、そこそが俺を呼んでいる。まだ邪悪は断たれていない。そうだよな、みんな。この世界を救えるのは真に力のある者だけ。もはや手加減は無用。その拳でお前の心臓を断ち抜く、楽にしてやろう。言ったはずだ。たとえ五感を失っても、心のコスモが燃えている限り、俺は命を懸けて戦うと。だが、せいや、せいや、氷河、瞬、一気、そして、
アテナよ、もう一度だけ俺に力を貸してくれ。俺のコスモよ、セブンステイシスよ、今こそ究極まで燃え上がれ。サガよ、お前のスライムだ。メガタス、ステイステイシス。Thank you.